えるか。あの支柱が徳川本社ビルだ。なるほど。確かにあの支柱にこのコロニーが支えられているように見える。コロニーの地表面とウィンドウ面をつないでいる。お前の言う通り、徳川は俺たちの手には負えんかもしれんな。おじけづいたか、ジョナサン。俺はビヨンドについても徳川についても何も知らない。その分俺が知ってる。そのためのパートナーだ。その根性なら安心だ、相棒。ここが徳川本社ビル、通称プロップだ。コロニーの天と地を支える支柱、プロップか。それじゃ、徳川ビルへ入るぞ。ここが徳川ビルのフロントだ。建築史上有名なところだ。いらっしゃいませ。どういうご用件でしょう。BCP のものだが、ちょっと聞きたいことがあるんだが。警察の方？はあ、何でしょう。
重要なことなんだ。15日の午後、北条健三という人物がこのビルに来てるはずなんだが。待ってください。何しろ来客が多いもので、一人一人については。来客記録を見てみます。ここから中に入る人は必ず来社時間と退社時間を記録しているはずですから。ありました。はい、確かに15日の16時に北条健三さんが来社されています。記録によるとそのまま会長室にお通ししています。ということは貞沖もその時間にここにいた。退社時間は？退社時間は、あれ？おかしいですね。消えています。退社時間は記録にありません。この記録によると北条さんはまだこのビルを出ていないことになりますね。他に出口は？非常用の出入り口はいくつもありますが、チェックシステムを抜けることは容易ではありません。つまり北条の痕跡はここでプッツリときっつりと切れているってわけか。このビル内に幽閉されているか、あるいはただならぬ方法で外に出たか。ロレインが言ってたように、この状況で会社から捜索願いが出ていないのはおかしすぎる。徳川が臭いな。そんな、おかしいですね。
徳川ビルの正面フロントだ。何か騒がしいな。何だろう。いらっしゃいませ。ただいま徳川製薬新製品発表会を行っていますので、一般の方はご遠慮願っております。ということは貞沖はいるってわけだ。これ俺たちなんだ。徳川と知り合いなんだ。ポリスノーツでね。そういうこと。どうも失礼しました。すいませんでした。そちらのおひげの方はわかりますけど、あなたの方は？若すぎるか。ああ、長寿保証遺伝子の手術ですね。テロメアなんとかっていう。違う、ちょっと寝坊しただけだよ。エレベーターに乗るぞ。どうぞ、そのエレベーターで中心部のガーデンへお上がりください。悪いな、無理言って。いいえ、ガーデン内は無重量ですので、宇宙酔いには気をつけてくださいね。大丈夫だ、今君に会えて夢心地だから。まあ、お上手。口だけなら罪はないですけど、上で変なことしないでくださいね。それじゃ、ポリスノーツさん。リニアモーターエレベーターだ。ホームのロープ牽引式や圧エレベーターと違って超電動モーターを使っているので、昇降速度、乗り心地、着地精度も優れている。生命力は種の進化を超えているかもしれん。いや、そうとも言えんよ。人類は十分自然のしっぺ返しを食らっている。今の人類には宇宙はまだまだ厳しい、気を抜けない危険なところだ。俺たちが今の姿であろうとすればするほどな。コロニーの中心部に着いたぞ。ここは無重量だ。宇宙酔いには気をつけろよ。わかってる。もう体が浮いてる。酔い止め薬はもうたくさんだ。ここへ来る機内で飲んだよ。徳川製薬のだろ？そうだ。ここが徳川ビルのゼロ G ホール、ガーデンか。まるでハーレムだな。さ、徳川を探そう。
見たことのない鉛筆だな。この兵装はただごとではない。軍用の鉛筆じゃないのか。パーティーのコンパニオンだ。噂によると彼女らは徳川が作り出した再生者リバーサーらしい。リバーサー？一種のコピー人間だ。これまでの映画女優やモデルとかの保存されてる遺伝子から全く同じ美人を作り出してるらしいんだ。
オリジナルの死後20年経てばリバースの許可が出るらしい。もちろん相続権は認められない。今のところリバーサーはいわば徳川グループの血族同然だ。彼女らには何も話してはもらえんだろう。さっきのハイレグ連中みたいなわけにはいかないか。行ってみよう。貞沖、久しぶりだな。ジョナサン、ジョナサン・イングラム。お、サルバトーレか。エド・ジョナサン、久しぶりだ。あら、お二人さん。あ、こちらはドクター・ゴドウィン、BCCH の理事長。クリス、どうして？奇遇ね。ところで、要件は何だ、ジョナサン。何か嗅ぎ回ってるらしいな。さすがに情報には早いな。久しぶりだな、サルバトーレ。ここでお前に会うとは思わなかったよ。いつからビヨンドに？ゲイツに聞いたら地球に帰ったって。今俺は月にいる。今日はパーティーのためにフルスのビヨンドに戻ってるだけだ。どうしてこのパーティーに？徳川とのしがらみさ。まさかこんなところで会うとは。私もよ、ジョナサン・エド。何かの巡り合わせかしらね。
実はあんたんとこの徳川製薬の社員が先月の15日から行方不明なんだ。うちの社員誰だね。北条健三、徳川製薬技術研究所 DDS 開発チーム主任。北条君が行方不明、初耳だ。それで？ジョナサン、いいかな。私は挨拶があるんでな。失礼する。待てよ貞沖、まだ質問には答えてもらってないぜ。もう話すことは話した。せっかくだから
ゆっくりとパーティーでも楽しんでくれ。サダオキ、おかしいな。何がおかしい？北条の失踪、このうさんくさいパーティー、何もかもおかしい。どういうことだ？どこまでもしらを切る気らしいな。いいか、徳川製薬の看板開発者が行方不明なんだ。会社にとってもあんたにとっても大きな損失のはず。それにしてはあんたらは妙に落ち着き払ってる。何が言いたい？匂うんだよ、このパーティー、客人たち、北条の思想にしらを切るあんたたち。ジョナサン、私を誰だと思ってる？私は徳川グループ三代目の。そうだ、だからなおさら匂うんだ。プンプンな。エド、こいつをつまみだぜ。それはできん。できん？エド、私の言うことが聞こえなかったか？もう一度言うぞ。この身寄りのない浦島太郎を連れて帰れ、今すぐだ。俺が怖いか、サダオキ。あまり調子に乗らんことだな、ジョナサン・イングラム。今の私はポリス・ノーツの頃の私ではない。徳川グループを、この宇宙を動かす徳川だ。脅しか？脅しではない、情けだよ。同じポリス・ノーツとしてのな。お前はもうポリス・ノーツじゃない。金と権力に溺れる亡者だ。待ってろ、サダオキ。お前を切ってあげてやる。その化けの皮を剥いてやる。どうだ、少しは落ち着いたか？奴らを怒らせると今より動きにくくなるぞ。奴は何かを隠してる。絶対に北条の失踪やロレインの件に関与しているはずだ。だが証拠がない、手がかりも。手がかりならある。なんだそれ？たった今種をまいた。もし奴らが何かを隠しているんなら、北条の失踪に関係しているんなら動き出すはずだ。それまで俺たちの命があればな。すまないエド、巻き込んでしまって。いいんだよ、俺もこのまま窓際で朽ち果てるわけにはいかん。それよりうちで飯でも食ってくか？娘の料理は最高だ。いいのか？もちろんさ、歓迎するよ。食事は多い方が楽しい。娘たちも喜ぶ。エド、それにお前が帰ってきてくれて嬉しい。